何もないとは思いますけど、なんせ都会のキャンプ場なので、チャックのこの部分を防犯のためにペグで打っとこうと思います。ファイターチャンネルのママです。どうもパパニアです。この度は大変ツイッターの方お騒がせしてしまっているんですけども、はい、そうなんですよね、はい、ツイッターからパイテオママさんのツイッターフォローしてくれてる人が、ちょっと知ってるかなっていう、ですね。ちょっとまあ事件まではいかないですけど、いやもう完全な事件でしょう。ちょっとこれは注意喚起の意味も込めて、そうやね、こういうことが起こり得るよっていうのを知っていってもらえたらなっていう意味を込めて、今回ちょっと動画にさせてもらいます。はい、あまり普段はこういう動画は撮らないんですよ。基本的にそのマイナスな感じの発言っていうのは控えるようにはしてきましたね、パイテオチャンネルとしては。でも今回はちょっとね、これ注意喚起の意味を込めてね、ちょっと皆さんに知っといてもらったのがいいのかなって思いますよね。ですね。一体何があったのかっていうのをちょっと、まあ、まず教えてもらっていいですか。簡単にその言うと、ちょっと前から予約してたキャンプ場なんですけど、そちらにソロキャンプ行きました。ソロキャンプはもう結構何回も行ってますもんね。何回も行ってます。まあその多い方ではないと思うんですけど、行ってますもんね。行ってます。今回はほんまに公園の一角の芝生の上でキャンプするっていう。はい、まず行ったキャンプ場は、デザイン大橋デイズという、大阪の堺にある、堺市にですね、あるとこですよね、はい、ある、キャンプ場なんですけど、もうまずなんでここを予約したかというと、うなんか DOD さんとコラボレーションしたっていう、で DOD の商品を、ほぼ見れるで、一部販売してる、レンタルもしてる、 DOD ととりあえずコラボしてそうしてるっていうので、あ、これちょっと女性とか、まあ、DODが好きな人に向けてこう撮影できたらなって思って予約したんです。我が家も DOD 使ってますもんね。そう、ちょこちょこ使ってますよ。そう、だから DOD が絡んでるっていう安心感、なんかどっから生まれたんか知らんけど、持っちゃうよね、安心感があって、でだから、その件があって、俺も見てん、ナップで予約したって言ったから、そうナップから見て、この写真を見る限りでは、綺麗な、その小綺麗な感じやね、でその悪い印象を一切持たへんような感じにはなってたけど、口コミ見たら、やっぱり2件ぐらい、ちょっと悪い口コミあったな。そうやね、あてあて、あ、まんまやんっていう、これがほんまの意見なんやなっていう。デザイン大橋デイズですね。そう、広大な自然のフリーサイトでゆったりキャンプを楽しんでくださいって書いてて、この写真見るやん、で俺、うわすごいな、このなんか草原みたいな、一瞬このイメージを持つねんけど、実際その撮ってもらってきた動画を見る限りではただの公園なんですよ。ちゃんとした公園ね、もう何もない山に囲まれたっていう公園じゃなくて、ちゃんとしたただの公園なんですよ。ですごい、だからほんまにいいこと書いてんねんけど、これね、後でお話しするんですけど、マジでびっくりしますよ。僕もびっくりしたんですよ、ほんまに。でね、これね、口コミにも書かれてるんですよ。おお、これを知ってたらもう 100% いかないです。はい、じゃあとりあえず何があったかっていうのを、じゃあちょっと話してもらっていいですか。雑音が多い中で
街灯も明るいし、そんなに深く寝られへんかったんですよ、もともとね。ほんでたまに起き、たまに寝て、もうその繰り返しやった中で、なんかだんだん足音が近づいてきたんですね、テントの近くに。ザッザッザッ、その足音がまあテントの周りをぐるぐる回ってるんです。でちょっと外でこそこそ話が聞こえてきて、普通じゃ考えられへんね、うん、なんでってなって、うん、ほんでひそひそ話が、何喋ってるか分からへん全然。とりあえずね、テントの周りをこううろうろされたと、うん、その時点でちょっと怖っ、怖ってなった。で怖い怖い、街灯が多いから、うん、回り回ってる影がもう映ってんのよ、怖いやん。もうすでに心臓バク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 して、あの多分2人おった2人、はいはいはい。でなんか喋ってんの、喋ってんねん外で、何かを喋ってるんですね、何か喋ってんだけどそこまで聞こえへんねんな、うん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 。で次の瞬間、うん、一人の人が、すいませんすいません、そんな言い方やった、うん、すいませんってなんかまあ声張られてビクってなるやん。でも何の目的か分からへんし、ここで私はいって言おうもんなら女やってバレるし、出て行こうもんなら一人やってバレる、これは返事したらあかんやつやと思って、とりあえずそーっと靴履いて、なんか二人の時点でそのソロキャンパーとは違うのよ、うんうんうん、違うね絶対、うん、でまあに逃げれるようにいいんじゃないけど靴履いてな、まあ、ペグハンマー持って身を潜めてたわけです。まあ、まあ何回かすいませんって言われて、私は黙っとったら今度またひそひそ話、今度はっきり聞こえてきたんが、うん、このテントのチャックどこにある。その瞬間これやばいと思って、入ってこられるんちゃうかなって思って、でもうその時点でパパティアオさんに LINE したんですよ。あの電話したら声漏れるから LINE でこういう状況、今こういう状況で警察に連絡してくれ、通報してくれっていうことでね LINE しました。そうなんですよね。まあ一体もう今となっちゃ何のためにこれ、そうですね、その時は多分ね、めちゃめちゃ怖かったから、うん、何が何か分からんかったやろうけど、ちょっとどうなんですかね、冷静に考えてみて、その目的がでも未だやっぱ分からへんな、うん、いやまず時間がもう11時回ってたんですね、やったから、そんなん普通じゃ考えられへん時間やし、普通の人はそんな夜中に真っ暗なテントの中の人に対して声をかけないと思ったのね、私は。普通の人はね、普通の人はいや、もういろんな可能性考えれるから、私はちょっと返事できなかったんですけど、チャックのね位置を確認してくるんですね、うん、もし自分が中にいたら知らんのかい、わからんのかい、チャックの位置わからんのかいってまあそれはまあ冗談やけど、それ男でも怖いからな、うん、怖いよね、うん、っていう怖い事件がちょっと昨日起こったんです。はい、でまあツイッターにだけあげたんですね私、うん、でもその細かいことをは文字数がオーバーするため簡単にしか伝えてなかったんで、ちょっと今長いこと喋りましたけど、とりあえずね、うん、そのね女性ソロキャンパー、はい、その認識してたかどうかは分からへんな、分からへん、分からへんし、分からへんけど、とりあえずその夜中にテントで就寝してる人にすみませんって声をかける、うん、目的がわからないチャックの位置を探し出す、うん、それはもう恐ろしいよな、めっちゃ怖かった、ほんまに怖かってん、チャックの位置探すってことは飽きようとしてるってことやんな、うん、そう考えたらな、いやでも、うん、その警察の方が異常に来るの早かったっていうのは理由があって、あの大橋公園っていうところがなんかもうその堺の警察
の中で有名な歩道スポットらしいんで、それでなんかまああの動みんなこうすぐ動けるような体勢をいつも取ってるって言ってました。その中で私は一人で女一人でキャンプしてることに警察の方はすごいびっくりされてて、こんなとこでキャンプしたらあかんよ。そう、女の人一人で、うん、って言われる始末。そう。それでも多分、うん、その歩道スポットってことは多分普段から、うん、そのやんちゃな子たちが集まってる場所なんやろな。らしいね。うん、じゃあやんちゃなだって普通の人が集まってるとこ歩道スポットにならへんもんね。うん、そう。うん、で要はだからその不特定多数の人間が出入りできる状態の公園の一角をキャンプ場ですよっていう風に貸し出してるから誰がどこにおっても不思議じゃないっていう状態、これはでも一番怖いよな。ほんまに怖いと思った。普通のだからキャンプ場とかやったらキャンプする人しかおそらくそこにはおれへんな。ちゃんと管理された状況の中でうんそういうことが起こってしまう、うん、っていうのはもうこれ結構な防ぐの多分すごい難しいと思うね、うん、でももう明らかに起こり得る状況の中でことが起こったっていう話ですよね。だから、うん、恐ろしいですよね、うん、考えたら。ほんでそういうなんていうの、あの若者が夜中集まったりしますっていう情報も一切なかったし、おまわりさんが知ってるってことは、うん、地元の住人は絶対知ってんねんな。知ってる、うん、地元の住人が知っててその大橋公園を管理してる人たちがその情報をこう周知してないっていうのも不思議やけど、してたんかしてないかは分からへんで、うんうん、でも口コミにも、うんうん、怖いお兄さんたちがたむろしょって、うん、もうおそらく二度と行かないだろうみたいなものが書かれてたよやっぱり、うん、だから多分普段からそういう場所なんやと思う。これはどうなんですかね、キャンプ場としてまあファミリーやったら問題ないんかな。ファミリーでもそのヤンキーいっぱいおったら嫌やろいやいや俺めちゃくちゃ嫌やもんそんなどうなんやろな、分からへんけど、うーん、こういうことはまあ今最近結構なんか聞くやん。そう、うん、あのツイッターとかでもたまに見かけるんですよね、その女性が被害に遭ったっていうのを、うんうん、見かけてて、うん、まさか自分のね、うん、パイリオママさんが不審者にあのチャックの位置を探されるっていう鼓動になるとはね。うん、そうそう、だからちょっと自分としても反省してて、これからちょっとなんか対策を考えていかないとなって思ってるんやけど、だからそのもっとね、うん、その女性のそのキャンパーが、うん、安心してソロキャンできるような、うんはい、環境というかね、そう環境が整っていってくれたらなってやっぱ思いますよね、うんうん、ほんまにそれ、うん、やっぱことが起こってからじゃんね、うん、今回は幸い何もなかったし、うん、その目的も不明やからそうでも一歩間違えたら何がどうなったかっても分からへん、分からへんね、ほんまに。そうだからそのやっぱ色、まあ、ここで対策してると思うねんな、うんうんうん、女性ソロキャンパーの人も。そう、うん、でもやっぱそのキャンプ場選びも、うん、もっと慎重にやっていかなあかんよね。 それは思った。ちょっとほんまに、うん、ほんまによくよくちゃんと調べれば、うん、おそらくここはやめといた方がいいよね、うんうん、っていう判断に至ったと思う。そうレビューをきっちり読めばうん、やっぱちょっとでもそういう一個でもそういうレビューがあったら、うん、そういうことがあったんやっていう認識できたから、うん、確かに、うん、レビューは結構大事かもしれん。だから今回はあえてちょっとあの名前を出させていただいてます、うん、はい、はい、あの個人的には、うん、ここはもうやめといた方がいいですね、うん、このキャンプ場はおすすめはできません、うん、私思ったのはバーベキューしに行くんやったらいいと思う。ああデイでね。そうそうそう、デイキャンプでバーベキューして帰るのは全然あのいい場所やと思う、うん、子供も公園で遊べるし、そうやね、芝生でねゴロゴロってできるからいい面もありますもんね、うんうん、ただ今回はちょっと悪い面がこうダッと出てしまった。そう、あまり怖かったのでちょっと今回を勉強と思ってこれからのキャンプ場選び行かしていかなダメですよね、やっぱり。うん、どうしてもやっぱ
一定数ね、うん、変なやつってのはおるからほんまに絶対存在するんですよ、うん、一定数。今までそんなんなかったからな。数が増えれば同じように変なやつの割合も増えていくから、いやもうほんま疲れた。お疲れ様でした。お疲れ様です。無事で何よりでした。いや本当このね、あの動画参考にしていただいて皆さんにはほんまに、まあ、そうですね、参考にというか、まあ注意喚起、そうちょっとね、安全に、うん、もうソロキャンプを楽しんで、うん、もらいたい、行ってほしいし、そういう世の中になっていってほしいですよね。ほんまにそれ、やっぱりこうなんていうの、いろんなキャンプ場行ってみたいから。まだキャンプは、うん、ソロキャンプはできそうですか？いや無理、今は無理です怖すぎでしょ。怖やな、うん、まあ、あのキャンプ場がまあ特別やったんかもしれんけど、特別であってほしいよね。うーん、まあご心配おかけしました。ご心配しましたじゃあまあ皆さんにも注意喚起になればいいなと思って、はい、今回の動画を撮らせていただきました。はい、よかったら参考にしてください。そうですね、もう二度とこういう動画を、うん、作りたくない、出すことがないような、はい、楽しいキャンプを送れるようになって行ってほしいし、していきたいですよね。はい、うーん、女性、はい、特に女性キャンパーさんが楽しく、うん、安全にゆったりまったりキャンプできるように、そう、自然との対話を楽しんでね。そうですよ、うん、他にね、うん、なんかその見極める方法とかが、うん、見極めるなんかな、その条件みたいなのがあれば、うん、コメント欄で、うん、教えてください。いただいたらぜひ参考にしていきたいと思います、うん、ツイッターのフォローしてくれてる皆様、はい、お騒がせしました。ご心配おかけして申し訳ございませんでした、はい、これからもよろしくお願いします。ただあのね、女性ソロキャンパーがね、うん、もうこんな目に合わないように、うん、はい、少しの参考にしていただけたら、はい、なって思いますよね、うんうん、参考にしてもらえたらちょっと私も報われるかな。これもしたもんね、うん、これからもね、あの女性のソロキャンパーさんたちが安心してキャンプできるように、うん、はい、願っています。願っていますし、そうなってほしいです。そうなれるように何かできることがあればやっていきたいですよね、うんうん、皆さんもあの安心安全なキャンプ、キャンプライフをね、うん、楽しんでいきましょう。はい、ナイスキャンプをナイスキャンプをですよ。はい、ほんまにそれを願っています。キャンプ行って嫌な思いする嫌やもんね。嫌や、ナイスキャンプしましょうよ、ね、キャンプが嫌いになったらもう元も子もないから、できる対策はしてね、うん、あの楽しいキャンプをしていきましょう。はい、これからもやっていきましょう。はい、ということで今回は一応注意喚起の動画と、はい、いうことでこういう内容になりました。はい、はい、いい対策などがあればコメント欄でどんどんコメントしてください、はい、教えてください。よろしくお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またね、ソロキャン行ける日が、うん、日までちょっと修行を積みます。じゃあまた会う日まで。